この空間もちょっとね面白いんですけど、壁際に断崖とか並んでて、はい、壁にあの輪っかみたいなものが見えるんですよね、はい、これあの、スカラップって言います。ホタテ貝みたいな貝殻のことですね。まあソフィスティケートされた照明デザインの中ではこれはノイズイだと。あ、ダメなやつなんですかこれ。ダサい。あとまあ几帳面な人ってですね、今の壁面にあのこの打ち放しコンクリートの目地が見えてますけど、はい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 、この目地のパターンとダウンライトのパターンがずれてますよ。ああ確かに。もうちょっと合わせろバカ野郎って感じですよね。厳しい。まあでも全てをこう綺麗にその統一していくというような、うん、統合するようなデザインの方法っていうのは古いと。逆に完璧にしすぎないからこそゆったりできるでしょう。今日勉強になるねこれね。なんかわざとこうずらすとかね。